普天間基地の移設問題で鳩山総理大臣は23日沖縄県を再び訪問しますこれを前に日米両政府は移設先を名護市辺野古周辺とすることなどで大筋合意しました鳩山総理は総理公邸で平野官房長官らと日米交渉の状況などで意見交換しました日米両政府は22日までに現行案での環境影響評価を前提に 移設先を名護市辺野古周辺とすることや訓練の移転など沖縄の負担軽減策を検討していくことなどで大筋合意しましたただ具体的な滑走路の建設方法などは引き続き協議となります鳩山総理は23日の中井町事らとの会談でこうした状況を説明するものとみられますこれに先立って鳩山総理は北海道での党の会合に中継参加しました沖縄の皆様方にも これからもしばらくの間、ご負担をお願いをせざるを得ない。ただ、沖縄県内への移設に地元や社民党の理解を得られる見通しは立っていません。